香川がいた頃のドルトムントメンバー、どうして差がついた？ペリシッチ、トッテナム、33歳。ギュンドアン、シティ、32歳。レバンドフスキ、バルセロナ、34歳。オーバメヤン、チェルシー、33歳。香川、もうすぐ無職、33歳。残酷よのう。おじゃさめん。大したメンバーだったな。レバンドフスキやギュンドアンみたいな仲間に恵まれてただけ疑惑。香川のドルトムント1年目はその2人試合に出てなかったりまだいなかったりしてたんだがな。塗り写真も入れて。大表ウィークでアジアの端っこまで月1で帰らなきゃいけないって過酷な義務がないからな。ここ軽視してるやつ多すぎ。このせいでヨーロッパでプレイしてる日本人選手何人も早いうちにぶっ壊されてる。だからって評価が上がるわけでもなし。中田や高原がパフォーマンス落ちたのもしょうもない親善試合にバンバン呼び戻してたせいだと思うわ。中田なんて週末セリエで試合終わって水曜日に代表戦、フル代表&五輪代表、その週末にセリエで試合ってスケジュールだからな。21歳から日本とイタリアの往復を繰り返して26歳で体ぶっ壊れたからな。普通のサラリーマンでもハードだわ、そりゃ慢性的な故障になるわけだ。